れって派遣かなんかじゃないの？なるほど。そう、視察にね、ユミさんが視察に来ました。見て観察するってこと。観察に来ました。電車？歩き？
見てねえじゃねえか。素晴らしいです。見る。盤面だけやる。盤面だけ。
んだかんだ自分でもお金があるから、そんな決まってなかった。自分で働いて耕したりしてさ、そういう気持ちになりなかった。グッズより払ってさ、あの、全然違うし。でさ、あ、そうなんや。なんでさ、楽してる自分に、さ、後ろめたかったの。それでなんか、雨にも待ってください。若い頃はステーキとかで食べてくれて、喜ばれて。で、ベートーベンに、レコード持ってて、ベートーベンに行ったりして。高い帽子かぶって、ベートーベンの名前を言ったりして。その写真が残ってるっていうのが。どうでしょう、どんな風に聞こえてますか。これはブラームスです。ブラームスの聞いていいよ。ブラームスで、あれ自分の曲ってそれかい。
なんならんかった。最後や。なんか画面がさ、もうちょいこの辺やって。
っぱり音があれなんかな。みんないなくなるから。Thank you.
してない。したかな？で、見た、あれ何ピンクの？ピンクのヤギ何？ヤギって言うて持ってる。撮ってないよ。撮ったけど。見た。あの、ドーナツが美味しそうやった。歯じゃない。なくない。ある。ドーナツ。ある。右上。なんすか。そう。イソリンジャクかなと。はあ、模様のやつ。うん、あったあった。懐かしい。これ俺的にはピンク色のヤギ？ネズミ？紫？ミッキーマウスみたいなのにアルパカがついてる。あ、ちゃう。アルパカにミッキーマウスがついてる。合ってる？合ってる？かわいい。アルパカミッキー、かわいい。うん。アルパカミッキー、すごいかわいい。天才。そうですか。俺には何とも言えませんな。ちょっといけませんな。さすがに。ちょっとタブーですな。タブーですね。うん。そうそうね。まあ確かに宮沢賢治、あれってなんかどんな映画でも通んねんな、宮沢賢治って。